ストレイヤーズ・クロニクルは、本田隆義による小説作品、及び、それを原作とした映画作品である。小説スバルにて2010年に、アクトマイナス1が、2011年に、アクトマイナス2が、2012年に、アクトマイナス3が連載された。差し絵は、猛領戦記、まだら、多重人格探偵最古の田島翔和。国費機関の実験により、 子供たちは様々な特殊能力を獲得した。しかしそれと引き換えに20歳前後までしか生きられない運命を背負う。彼らは未来の希望を信じたエミサキスバルたち、チームスバルと未来に絶望し人類の破滅を企てる核たち、チームアゲハとに分かれ、死闘を繰り広げることになる。スバルは渡せの指揮のもとにチームスバルを率いて、 能力を駆使した裏工作作戦に従事していた。そんなある日、スバルたちの前に学が率いる悪者たちを能力で襲撃する日々を送っていたチームアゲハが敵意をむき出しにして接触してきた。その学たちの目的はチームアゲハのメンバーがあと数年で寿命が尽きる危機からスバル側の科学者に寿命を伸ばす方法を強引に聞き出すことだったのだ。被験者となる 親の脳に強いストレスを与え異常なホルモンを発生させて生まれた子供たちのグループ。人間の潜在能力をフルに発揮する反面脳に負荷がかかりやすく、成人してからは破綻と呼ばれる精神崩壊によって廃人となるリスクを伴っている。遺伝子操作によって動物や昆虫の遺伝子を植え付け、人間にはない特殊能力を持った子供たちのグループ。 その能力の代償として老化が非常に早く通常は20歳。大前後しか生きられず、期間が閉鎖されてからは実験の関係者や犯罪者たちに対して残虐な殺人を繰り返すようになった。2015年6月27日公開。監督は瀬瀬隆久。脚本は木安康公平。アクション監督は下村雄二。映画主題歌を担当するのは初となる。 ロックバンド、ゲスの極み乙女。が、主題歌、ロマンスがあり余ると挿入か、サイデンティティを書き下ろす。主題歌には、映画本編のセリフが、歌詞の一部として使用される。全国246スクリーンで公開され、初週2015年6月27日28日の、全国映画動員ランキングでは、動員48,412人。 興行収入64515600円を記録し初登場7位にランクイン。映画史上初となる本編を107日連続配信が行われる。大人になろうとしています。おコンセプトに0107クロニクルと題し、毎日6秒間ずつ本編映像を配信。4月7日には10代の登場人物たちにちなんで10代の 女子高生100人を集めた上映会キックオフスクリーニングが行われた。2015年11月4日発売。発売、販売元はラップ。ありがとうございます。